今回紹介するのは1ランク上のステージに行く「つながり力」という本です。つながりを求めるほど失敗するのはなぜか新しい人間関係の作り方を2人の成功者が明かすこの本は私学博士でもある井上博之氏との対談もあり人とのつながりについて書かれています。 誰かに借りを作りそれを返していくことだという放送作家作詞家であった永六助さんの言葉を用いつながってきた一人一人に感謝の気持ちを持ち自分のできる限りで答えたいそのおかげで夢を叶えてきたと記しています。また人脈とはそんで考える人脈と本物の人脈があり大切なのは 本物の人脈この人脈が一生ものの人間関係やビジネスチャンスを運びそうでない関係はいずれ人生を下げてしますのですそして成長と人脈は比例しますがそこには自身の成長が欠かせないのですと私は振り返ってみるとそのような出会いをしてきたのか起業人であった頃 組織の中での人脈は躊躇なくいろいろな部署の方とつながっていました。損得なしで、ただし、それは同じ企業の中だったということで、本物だったかと言われると、あまり自信はありません。本物の人脈とは、相手を尊敬したり、一緒にいるだけでワクワクして刺激を与える関係。現在では、私もたくさんつながっていただいています。 本当にこのご縁のある方々には感謝していますこのつながりを築く出発点は出会いのチャンスに敏感になり関心を持っていくことですそして「好き」を共有できる仲間夢を応援してくれる仲間の大事さが書かれていますこの1年本当に人とのつながりの大事さに触れてきました北原さん井上さんの話されていることは。 本当に大事なことだと大きくうなずく書籍でした改めてつながりの大事さを考えることのできる一冊でした以上、興味のある方は実際の商品を a m をアマゾンなどでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします